衝撃。19歳の天才谷川桃子が世界を席巻。令和のシンデレラガールの素顔と驚異の実力に迫る。皆さんこんにちは。今回はサッカー界で今最も注目を集める19歳の天才谷川桃子選手についてお話しします。彼女の驚異的な活躍とその背景にある秘密に迫っていきます。まず衝撃のニュースからお伝えしましょう。谷川選手が所属するスウェーデンのローゼンゴードがなんと開幕22連勝という驚異的な記録を打ち立て、4試合を残してリーグ制覇を決めたのです。谷川選手は自身のインスタグラムで、ゴールド、すべてに感謝します。みんな大好き、ローゼンゴードと喜びを爆発させ、チームメートと顔を金色に染めた写真を投稿しました。まさに、若き天才の輝かしい瞬間を捉えた一枚ですね。しかし、谷川選手の野心はここで止まりません。シーズンが終わるまで勝ち続けるというタスクがまだ残っていますと全勝優勝への決意を語っています。この貪欲さこそ彼女が天才と呼ばれるゆえんかもしれません。ではこの令和のシンデレラガールはどのような道のりを歩んできたのでしょうか。谷川選手は今年1月 JFA アカデミー福島からバイエルン女子に加入、同時にローゼンゴードへの期限付き移籍を果たしました。そして今夏のパリオリンピックで世界中の注目を一身に集めることになります。グループリーグ第2節のブラジル戦、途中出場でオリンピックデビューを果たした谷川選手は後半アディショナルタイムに PK を獲得、そして試合終了間際驚愕のロングシュートで逆転決勝ゴールを決めたのです。この劇的な活躍により谷川選手は一夜にしてシンデレラガールとして脚光を浴びることになりました。まさにサッカー界の新星の誕生を告げる瞬間でした。しかし彼女の才能は突然現れたわけではありません。実は谷川選手は17歳の時点ですでに世界レベルの実力を見せていたのです。2022年の U17 女子ワールドカップで谷川選手は40メートルもの超ロングシュートを逆足の左足で決めるという離れ技を披露しました。この衝撃的なゴールは世界中のサッカーファンの度肝を抜きました。以前から両足で蹴れることが長所ではあったと思うんですけど、アカデミー時代からいろいろな指導者からもっと左足を蹴れるようになるべき、そこを伸ばしていくともっと面白くなるよというふうに言ってもらえたんです。だからさらに練習したんですが、あの舞台でその成果をうまく発揮できたかなと思いますねと谷川選手は語っています。この並外れた才能をいち早く見抜いていたのがドイツの名門バイエルンでした。谷川選手が高校生の時、 JFA の取り組みでバイエルン女子チームの練習に参加する機会があったそうです。その時の印象について谷川選手はこう語っています。選手たちのプレーのうまさを肌で感じられましたし、日頃から練習すれば自分のレベルアップにもつながるかなと思いました。そして驚くべきことに、クラブ側からもう一度来てほしいというリクエストがあったのです。つまりその時点でバイエルンは谷川選手の潜在能力を見抜いていたのです。これは世界最高峰のクラブが10代の選手に示した異例の評価と言えるでしょう。バイエルンのテクニカルディレクターフランシスコ・デ・サファルディでは谷川選手について、桃子はこの惑星内で最高峰のヤングプレイヤーの一人だと絶賛しています。この言葉からも谷川選手への期待の大きさがうかがえますね。ではなぜ谷川選手はこれほどまでの才能を持つに至ったのでしょうか。その秘密は幼少期からの異常なまでのサッカー愛にあります。谷川選手のお母様清香さんはこんなエピソードを語っています。水族館でもリフティングをしていて注意したことがあります。また小さい頃から海外でサッカーをやりたいと言っていました。さらに谷川選手は小学生の頃からオリンピックに出て世界一になってパパとママにメダルをかけてあげたいという夢を語っていたそうです。この幼い頃からの強い意志が今日の谷川選手を作り上げたと言えるでしょう。家族のサポートも谷川選手の成長に大きな役割を果たしています。4人姉妹の三女である谷川選手、家族全員がサッカー経験はないものの彼女のサッカーを全力で応援しているそうです。特にお父様のサポートは印象的です。パリオリンピックのブラジル戦前、お父様は LINE で
ブラジルの GK は結構前に出るので、どんどん狙っていけ、とアドバイスしたそうです。そして、このアドバイスが決め手となり、谷川選手はあの素晴らしいロングシュートを決めることができたのです。谷川選手の成長を支えるもう一つの要素が、他の選手からの学びです。彼女は自身のプレースタイルを磨くために、世界トップクラスの選手たちの映像を熱心に研究しているそうです。シュートのイメージを持ちたいときは、ジュード・ベリンガム、ケビン・デブライネ、フィル・フォデンといった選手のシュート映像を見ているんです。ゲームコントロールもそうです。子供の頃はシャビやブスケッツ、女子だったらバルサ女子で6番の位置をやっているボンマティをよく見ています。自分自身、そういった動画を見ているのが本当に好きなので、この発言からも、谷川選手の向上心と学習意欲の高さがうかがえます。世界トップクラスの選手たちのプレーを研究し、自分のものにしようとする姿勢、これこそが谷川選手を特別な存在にしている要因の一つでしょう。しかし、谷川選手の道のりが平坦だったわけではありません。パリオリンピックでは、開幕前の足首負傷や大会中のコンディション不良により、出場時間は2試合で20数分間に止まりました。まだまだ足りない部分が多いと谷川選手自身も語っています。19歳という若さで世界の舞台に立ち、その実力を見せつけながらもさらなる高みを目指す、この謙虚さと向上心こそ真の天才の証かもしれません。現在、谷川選手は北欧の地で着実に力をつけています。バイエルンという世界最高峰のクラブが彼女を獲得し、ローゼンゴードでリーグ制覇を成し遂げた今、谷川選手の前には無限の可能性が広がっています。彼女は間違いなく2020年代のサッカー界を象徴する存在となるでしょう。そしてかつての澤穂希選手のように日本女子サッカーの顔となり、多くの少女たちに夢と希望を与える存在になるのではないでしょうか。谷川桃子選手の今後の活躍に世界中が注目しています。彼女がどこまで成長し、どんな偉業を成し遂げるのか、私たちは歴史的な瞬間の証人になれるかもしれません。皆さんは谷川選手の活躍をどう思いますか？彼女の今後についての予想や期待することなど、ぜひコメント欄でお聞かせください。そしてこの動画が参考になったと思えば、高評価とチャンネル登録をよろしくお願いします。次回の動画もお楽しみに。